どうも、リムワールド続きやっていきます。これ前回ね、ホックタテルさんのお父さんが墜落してきて、助けたら仲間になったところですね。と来てますね、自分いいものを選んで。違うね。あれ？ピッケル工芸さん、なんで工芸って名前にしたんだ？おかしいね。芸術家なのに。そこそこ手に入ったし、お引越しの準備とかしてもいいのかな。この先進コンポーネント、あ、できた。カノイド、ね、助けを呼んでいる。あ、やばいね。で、え、ポチが助けようとしているの？あ、ポチ、ポチ、助けてくれたの、ありがとう。あれだね、すぐ？これやばいね。アルコール脱症状、これで、攻略サイトにもね、書いてあったように、を手なずける前にセーブをして、で、うまくいくまで労働を繰り返す。そういう技をね、使ってみようか。怖くないよー。ほら、ご飯だよー。いいだろう。うちの仲間になっておくれ。あ、手なずけられなかった。けど、襲われはしなかったね。出発の準備。おじいちゃん役に立たなかったな。まるっきり役に立たなかったね。どうするかな。だね。減るの？ 47% から。5本持ったまんまなんだけど。手なずけられないね。じゃあ歩くことできないのか。どうすっかな。お見舞いに来たの。
心情悪くなるだろうしな。連れて行けるのかな、そもそも。運べるんだ。歩けない人、歩けなくなるとは思いもよらなかったもんな。歩けないような人物を連れて移動できんのかな。あ、でもアルコール依存54、こっちの人は申し訳ないが、手術させてもらおうか。お、芸術家、ピッケル芸術家でいいのやるの。多分ね、心臓が落ちちゃうけど、臓器がすごい高く売れるのと、医療技術がレベルがアップしますよね。100になったらどうなるの ?100 になったらアルコール依存症の100になったらなんかなるのかな。興味深いね。長期間禁酒を行うことで脳を正常に機能させ依存症を解決できます。これが100になれば改善されるってことかな。歩けるようになるのかな。あ、でもこれでね、なんとか愛は名付けられそうじゃない。サインを押すがね、手なずけに失敗して襲われたけど、運よく助けることができました。おかわり、ムツゴロウさんがね、傷を負ってしまった回でした。あと、友人が今後どうなっていくのか。あ、多分、手なずけづらい動物を手なずけてもらって、その後どうなるかですね。で、食べ物もだいぶ増えたし、荷物運べる動物も増えてきたんで、ちょっと移動も考えつつ次回でいきますが、おじいちゃんがなんたって、あと 72% まで来たんで、あと 28%。で、もしかしたら離脱できるかもしれない。これが終わってからかな。おじいちゃんの離脱、アルコール依存症が治ってから移動になるなーって感じですね。ご視聴ありがとうございました。続きもお楽しみ。Bye-bye.